イミンヒョクは、キューブエンターテインメント所属の韓国の男性歌手、ラッパー、俳優。男性アイドルグループ、ビートビーのリードラッパーであり、またビートビーのメンバーの中で結成された、ビートビー 4U のメンバー。1990年11月29日、ソウル特別市に生まれる。身長は173センチメートル、体重は61キログラム、血液型は A 型。 兄が一人いる。別名のフタは、デビュー前からアンダーグラウンドで利用していたものである。ビートビー内ではラッパーを担当しているものの、歌唱を行う楽曲もある。ミュージカル俳優を目指し団国大学校のミュージカル学科に入学するも中退。キューブエンターテインメント所属以前には、JYP 公開オーディションでのファイナル進出や、別会社でのデビュー準備の経験がある。 2011年12月から、ビートビーメンバーのウンガンと、ヒョンシクと、イルフン、準備中に離脱したイミヌラと共に、JTBC のシットコム、清丹堂に住んでいますへデビューを目指すグループとして、出演。2012年3月20日、MTV、ザショー、オールニュー K-POP の MC をソンジェと共に担当。2012年3月21日にビートビーのリードラッパーとして、 デビューを果たす。2013年1月22日、MBC のバラエティ、ガムシャラファミリーににメインキャストとして出演した。また、同年9月、TVN のテレビドラマ、幻想巨頭に出演し、15年前に亡くなったが、生き返った男性主人公の民法を演じた。2014年、KBS に TV のテレビドラマ、夫婦クリニック愛と、 戦争にと MBC のテレビドラマ、弁護士の資格に立て続けに出演した。また同年に、アイドルスター陸上選手権大会の MVP に選ばれ、ビートビーが参加しているチーム B が優勝し、金メダル3個と銀メダル1個を獲得した。2015年に、ウェブドラマ、悪夢先生に、女優キムソヒョンと共に主演を務めた。ミーヒョクは、本作が初主演である。 2018年7月25日、夏の日記で日本ソロデビュー。2019年1月、アルバム、ホタゾーンを発売し、韓国でソロデビュー。2月3日から4日にかけて、ソロコンサート、ホタゾーン、ツーナイトを、ソウル広津区のイエス24ライブホールで開催した、あと、同月7日に、ビートビー内で3番目に入隊。中世南道論産史の陸軍訓練所で、 新兵教育を終了した後、義務警察として含む、2020年9月12日に除隊、同年11月16日にビートビー 4U のメンバーとしてデビュー。2021年7月17日に所属事務所、キューブエンターテインメントは、民意局が新型コロナウイルスの陽性判定を受けたことを発表した。韓国日本韓国音楽著作権協会、登録番号。 千万三千十三、ありがとうございます。